こんにちは、粟田洋介です。今日は猫の絵を描くんじゃなくて猫が出てくる絵を描きたいと思います。違いわかりますか？確かに猫の絵ばっかり描いてるんですけど、猫の絵ばっかり描いてるって言われることがちょっと嫌だなと思っています。たまにされる質問で、絵を描く前に何かイメージがあるのかという感じで聞かれるんですけど、そういうものはなくて、いつも描きながらイメージが湧いてくるっていうんですけど、でも今日はちょっとなんかイメージがあったんですよ。でも描き始めたら全然違うものになってきて、今これからどうするのかもちょっとわからなくなっているところです。で、わかんなくなっちゃった時は、ここからどうするかっていうことを考えすぎると、もう全然進まなくなっちゃうので、形を思いっきり変えたりとか、そういうことをしたりします。さっき考えながらイメージが出てくるって言ったんですけど、イメージなんか湧いてるのかな？何にも浮かばないで、ただ絵が出来上がってくるような感じもします。自分でもよくわからないです。なんかこういう絵を描くつもりは全然なかったんですけど、絵の行く末がかなり見えてきました。でもまだ猫が出てきてないんですよね。ということで続きを描いていこうと思います。
完成しました。なんか怖い絵になりましたが、7つの命というタイトルです。なんか猫は9つの命を持っていると言われていて、7つと勘違いして7匹猫を描いて、ちょっとこんな感じの絵なのでそんなタイトルにしたんですけど、猫は結構好奇心が強くていろんなことするんで、人生のうちに8回ぐらい危ない目にあって、で9回目には命を落としてしまうという、確かそんなことだったと思うんですけど、この絵はあんまり意味がありませんが、7つの命と思ってみると、なんかいろんなことを想像できるんじゃないかと思って、そんなタイトルにしてみました。これも猫の絵っていうよりは猫が出てくる絵っていう感じだと私は思っています。猫専門に絵を描く人って言われるのが嫌だって言ったんですけど、なんで嫌なのかちょっと考えてみたら、なんか猫の絵しか描かないって言われてるみたいで、なんかちょっと嫌だったんですけど、例えばお米をよく食べる人がいるとしますよね。例えば1日1回お米を食べる人がいて、毎日1回食べてる人に、この人はお米しか食べないんだ、いや1日1回お米を食べてて1日2回は違うものを食べているって言ってるにもかかわらず、誰かに紹介される時に、この人は何々さんです、この人はお米しか食べません、毎回毎回言われてたら嫌ですよねって思ったんですけど、そんなこと嫌だって思うなんて私もまだまだ人間できてないなと思って、猫を描く人だって言われてもあんまり気にしないことにしようと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。